誰か捕まえてよ。兄ちゃんに持ってく大事な土産なんだから。と大丈夫。はい、よかったね。すごいな姉ちゃんは。大事にするのよ。もう逃がしちゃダメよ。うん。私の村の子なんですけど、かわいそうに兄弟二人っきり。それが別れで。ああ、かわいそうに。次郎ちゃん、その鶏は一心寺の兄ちゃんや商人様に食べさすの？違うよ、おいらが一人で育てたんだ。だから兄ちゃんに見てもらって、それから子供でも心を込めてやれば何でもできるって励ますのね。そして兄ちゃんに立派なお坊さんになりなさいってね。そうでしょ？そう、そうだよ。少年の兄が住む木梨郡にはその頃正体不明の娘さらいの一団が横行していた。サライと軍隊様が来るじゃったことが初めて分かったんじゃ。それじゃ軍隊様にいくらお願いしても捕まらねえはずだよな。様の裏門から入ると一心寺の小僧を見たというのじゃ。それじゃ兄ちゃんが手柄を立てたんだね。もう次郎坊大きくなったの。もっと詳しく聞かせてくれないかい。村は自分らの手で守るだ。ヤクザには用はねえ。ばあちゃん、この人はいい人だよ。いい人でもヤクザはヤクザじゃ。この木梨郡へ来てもらおう人は琴姫さんだけと決めたんじゃ。私はここに用があって来たんだよ。誰にも止める権利はねえはずだろ。軍隊の悪党が来る。引き返さないの？琴姫さんかと思ったのに。やっぱり違うんだね。さあ早くお兄ちゃんに会ってらっしゃい。何も心配せずにね。何のための陳馬太鼓だ。
打ち首を覚悟の上か。この陣馬太鼓は上州を旅していなさる琴姫さんをこの木梨郡をお呼びするための太鼓じゃ。何、琴姫様、琴姫様を呼んで何とする。軍太様には関係のねえことです。答えぬか。百姓に代わって俺が答えてやろう。お前は娘さらいの一味だそうだな。何としたことを言う。白を切る。一心寺の小僧に見られた。お前の運だ。ええー、召し取り。当てるな。百姓たちには好き放題太鼓を叩かしておけ。お前の嫌いな琴姫さんが現れたら金次第で俺が切ってやるぜ。黙れ、琴姫さんを切るなどと。うわっ、騒げ者め。ほっとどっこい。人前ではできねえ話だったな。また出直すぜ。待て、どうだ。お前たちは誤解をしてるぞ。わしは潔白じゃ。さあ、軍隊あったが苦労を信じて引き取ってくれ。琴姫君の身に入りましてはただごとではすみません。今日のところは身に変えましてもお引き取りを。よし、引き上げよう。だが根も葉もない作り話をした。この小僧を証人が引き渡せばの話じゃ。一がお供せ。そなたが見たままを申し上げんのじゃ。はい、分かっております。いけない、ジロちゃんが来てるのよ。ジロが、どけ。かわいそうじゃ。雲大様、あの気象生きがんとて再び生きては帰るまい。そんなことはさせねえぞ。みんなで軍隊屋敷を打ち破っても。いかん、それはなりません。一番はわしの弟子、皆さんのお役に立つなら喜んで死んでくれましょう。
人違いだ。どうしたんだ相棒や。傘の花で間違えたんだ。傘の花？あ、これかい。いけない。来たよ。お役人か。殺し屋のおしゅんと知ってきやがったのかな。女、大戦で商人を何とした。商人って何の話です。言うな。そののんきの花が証拠。貴様の仕業に違いない。この花ね、そんなら旦那人違いですよ。本当に人違いだよ。うん、召し取れ。悪いけど逃げますよ。お役人は礼儀だねんで。うわお友達のシュンだ。これだったわ。ここ動いちゃダメ。はい。の上のことならこのお弔いのお旬が承知しないよ。お姫さん、ご命令通り証人が助けておきやした。お旬、大儀であった。飛行よれ。へい。これお姫さん、何やら分かりやせんが、お手伝いなら何でもいたしやすよ。ありがとう。頼みますよ。お姫さんね、無礼は許すとの張り合ってよ言葉だよ。以後は許しませんぞ。君にこの村門より娘さらいが出入りするのを見たとこの小僧は申しております。そんなたわごとで。ああ、これ錆びついてるよ。市民、これでお分かりかと存じます。私は潔白です。この小僧は明らかに嘘を。兄ちゃん、嘘をつくもんか。黙れ。何のために嘘をつか。嘘じゃない。なあ兄ちゃん、嘘じゃないだろ。なあ、見たんだろ。見たんだろ。なぜそんな嘘つくんだい。お姉ちゃんまでがこんなこと言って。バカバカバカ。ジロ、お前はおじさんのところへ帰るんだ。帰るんだな。兄ちゃん。待て。小僧が見たのは我らが塀を越える姿かもしれません。お頭。お頭。いや、バカバカしい。何ということを言うのじゃ。貴様たちは乙姫にはごまかしは聞きません。君はしようか。お頭。黙れ黙れ。お前たちにおかしなと言われる筋合いはない。姫君、信じてくだされ。琴姫様。おなれ。やむしろ飲みますので。逃げた。待て。おもしれ。これ姫君、お気分の悪い。お姫さん役なら喜んで引き受けますけど。おとなしくしてろったって私にはできませんよ。お姫さん。お姫さんだって。やっぱりお姉ちゃんは琴姫さんだね。なぜ嘘をついたの。今兄ちゃん嘘つきだって言ったくせに。それはね、すいません。でも坊や、嘘も方便と言ってね、
知らない。おつらは嘘つきだ。大嫌いだ。軍隊屋敷は頼みます。兄ちゃん、兄ちゃん、兄ちゃん、兄ちゃん。あったことにの、兄ちゃんは今日は相当ないそうじゃ。さあ、でお帰り。ん兄ちゃんのバカ。謝りに来たのよ。兄ちゃんは姉ちゃんみたいに嘘つきじゃないよ。そうね、そうだといいけどね。商人様は本当に見られたのですか。ではなぜ自分で言わず私に言わされたのです。それはの、軍大様が無実であった時のことを考えるからじゃ。一が、軍大様はあの激しい気象、この寺はどうなると思う。裏木戸の城は錆びついていました。わしが見たのは裏木戸を乗り越える黒覆面の姿じゃ。では嘘ではなかったのですね。嘘なものか。もう一度言ってきます。琴姫様のところへ。もうよい、過ぎたことじゃ。やがこのことは二人だけの秘密じゃぞ。秘密は守れるな。一が、はい、商人様。言うべきりげんま、嘘ついちゃダメよ。悪人がいなくなるまで決してお姫様の秘密は誰にも言いません。さあ、もういいよ。指を置くんだ。次郎ちゃん、ありがとう。だってお姉ちゃん好きだもの。お頭、とうとう琴姫が現れましたぞ。どうなさるおつもりです。お頭、大体軍隊などに罪を着ようなどとなさる小細工は話題のもとだ。山物は殺す、これ以外にはない。いや、どうが、娘を売る方が先だ。どうが、お前に任せよ。念のため腕の立つやつを五六人連れて行け。心得ました。必ず琴姫は仕留めます。ご安心を、商人様。お姉ちゃん、どうしたの次郎ちゃん。ひどいよ、一心に行くんだろ。一人で行くなんてずるいよ。お姫さん、女、貴様が本物の琴姫だな。違う、違うよ。間違いない。キだね。
どうぞ。